友達なんてすごいや、軍曹。早く会ってみたいな。でもビンタさん、人魚の歌声には注意してくださいよ。あら、タマちゃん、久しぶりね。わーい、ももっち、お久しぶりです。こちらの方は？うわ、本当に人魚だ！すごいすごい！モモエル殿、シーアミュレットというものが必要でありまして。力を貸してほしいのでありますけど。ゲロ、モモエル殿。あれ？ももちどうしたですか？ウィンターさん見つめちゃって。え？おやおや、やっぱり同じ顔だと同じタイプの男の子に弱いんですね。ウィンター、オッケー！ナイス、玉川！早速名前ゲット！いいか、モモエル。ここはさりげなくウィンターを部屋に誘い込むんだ。立ち話もなんですから、私の部屋へどうぞって感じにな。勇気を出して、さあ行くぜ。僕でも平気だね。そんなに喜んでもらえるなんて光栄です。ところでモモエル殿、シーアミュレットの件でありますが。あ、ウィンターさん、素敵な横顔。シーアミュレットを作るには神秘の島にのみ生える人魚草が必要なんです。でも神秘の島は聖域、島に入るには人魚に認められた証、モモエルの腕輪がないと。ギロ、少しの間、借りられないでありますか？これは、代々伝わる人魚の宝、そうおいそれとお貸しするわけには。そこをなんとかお願いするであります！しかし、僕からもお願いするよ、モモエルさん。はい、いくらでも、どうぞどうぞ。やった！ありがとう、モモエルさん！さあ、軍曹、早速、神秘の島に向かおうよ。
なんともカラフルな島でありますな。まるでおとぎの国であります。リゾート気分です。わあ、すごいすごい、こんな場所があったなんて。では人魚草について早速話を聞くでござるよ。ラビットシュート、危険風爆、ハイスピード、ウソで
撃地上だ。ボンバーバーデロイスビーゴー引き止め。まだまだこれからでござる。人魚草全然見つからないです。どういうものなのか詳しく聞いておけばよかったでありますな。いや、水面に咲く白い花ってことは調べてわかってるんだがね、これだけ探してねえってことは絶滅した可能性が。ねえ、あれじゃない？こいつで間違いねえな。よかったです。早速積んで桃地のとこへ。みんな気をつけるでござる。こいつが人魚草を食い荒らしてやがったんだね。なら化け物退治もついでにやっておくか。出てくるのか。ブレイクオレーガリラウィンズコーデットガリラウィンズクレイジーローシュミナシアジョーブレイクブラダマスブラダマスブレイクコーデットケイケツがコーデットないです。このサウンドだぜ。じゃあ、モモエルさんにシーアミレットを作ってもらおうよ。